やあ、目が覚めた？よく寝てたみたいだね。私？そうだね。講談師ってところかな。そしてあなたは観客、見物人だ。ここがどこかに関しては説明すると面倒だから、どこでもないと思っておいてくれればいい。あはん。さて、演者も観客も揃ったことだし、そろそろ講談を始めようか。今日はいい日だ。いい日だからいつもと違う話をしないと。そうだね。何その顔。あ、わかった。こいつは誰だ。なぜ急に講談を聞かせるんだ。自分の知り合いかなんて思ってる。そうでしょ。でもね、話をするのも聞くのも理由はいらないんだ。話す側と聞く側がいればそれで十分。物分かりがいいね。気に入った。他に質問がなければ講談を始めるよ。今日のあなたはついてる。なぜならこれから話すのはここでしか聞けないお話、精鋭千人伝なんだから。赤い羽に太極拳、寸慶回転も思うまま。心の赴くところは世のことばかり。それが精鋭千人という人だ。精鋭千人の物語は誰もが知ってるから、話を誇張する必要もない。彼女の生い立ちだけで伝説と言えるほどのものなのだから。精鋭千人は雲の上の神であり、苦しむ民を助けるために下界に降りたという人がいる。精鋭千人は霊長が人の姿をとり、悪を滅ぼし世に安らぎを与えるために来たという人もいる。私に言わせてみればどちらも違う。精鋭千人は精鋭であり千人でもある。けど結局のところ彼女もまた人間なんだ。そう、今日教えるのはこの精鋭仙人がもともとは普通の娘だったという話だよ。他の娘と同じで彼女は普通に成長して、普通に学校に通って普通に友達を作った。しかしある日、空から轟音が響くと最悪の星が生まれ、妖獣があちこちで暴れるようになった。そして平凡だった娘の人生は嫌応がなく普通ではなくなった。彼女は神様に選ばれたんだ。神様はね、彼女には才能があって、神様からもらった戦力で民を救うべきだ。もちろんそんなの全部嘘だって。ただの娘にそれを見極められるわけがないでしょ。だから神様に騙されて戦力という恐るべき力をもらった。その後のことは彼女がとやかく言えるわけもなく、神様は彼女を例の最悪の星のもとに派遣してね、長いこと戦ったけど結局負けたんだ。それから神様はまた彼女に戦法を使った。彼女が再び目を開けると数万年後の信州にいたってわけ。あ、一応神様もそこまで非道なわけじゃないよ。精鋭に二人の友人を残してくれたんだ。赤いのと青い。赤い子と青い子にしようか。最悪の星が再び現れても耐えられるように、神様はその三人を
戦界の時計や秘宝を民に伝える使者として選んだわ。けど聖衛とそれから赤いと青いはそれに疑問を感じた。おっと、今神様が決めたことなら信頼できるでしょって聞こうとした。けどね、信頼できないんだよ。信頼ないタロットの力を持ってるのなら、その神様はサイヤ星に勝てたはず。当時は近かったのに、数万年後に勝てるわけないんだ。それに、サイヤの星が神様の仕業の可能性もあるでしょ。でも神が去った今、それを聞くこともできないし、調べることもできない。神様の計画を放棄することにしたんだ。世の子はその世に生きるのに任せることにしたんだよ。聖衛はどうしたって、彼女は長いこと神様に命じられたり聞いた。せっかく自由になれられたから、思い切り楽しむ仕事が進むでもしましょう。彼女は赤いこと青いこと一緒にフィギュアや本をたくさん出して、曲をたくさん出した。そう、新人のアイドル聖衛ちゃんの出来上がりだ。その後はね、どこが違うの？一つの物語を千人の人間が聞けば千人の会社生まれられる。わかる？どういう話かはどう理解するか次第だよ。それにこの物語一つしかないんだ。信じるならそれが真実になる。信じないなら引き流せばいい。まあいいや、どこまで話したっけ。そうだそうだ、信州のアイドル聖衛ちゃん大人気だったよ。信州の誰もが知ってる。サイン待ちの行列がすごかった。けど時が経って聖衛は仕事をしないといけないと思うようになった。そう、神様が残した仕事をね。彼女は神様から教わった戦法を一度バラバラに崩し、それを何倍も簡単なものに変えて、少しずつ信州の民に教えていった。だけど彼女が戦法を全て教え切る前に最悪の星がまたやってきたんだ。しかもよりによって聖衛が出かけていた時にやってきた。戦法をまだ習得してない民たちではそいつの相手になれないのは想像できるよね。だから赤い子と青い子が立ち上がったんだけど、あの二人は戦うのが苦手でね、すぐに倒されてしまった。聖衛仙人が戻った時、赤い子と青い子はとうに亡くなっていた。聖衛仙人は怒りや悲しみ、そして憎しみに駆り立てられ、最悪の星を恨み、同時に自分のことも許せなくなった。聖衛は怒りに任せて最悪の星を丸焦げにしたんだ。あはは、最悪の星どころかその周りも火の山。まさに良縁の日だった。ふん、生意気だね。講談師は私だよね。私がそうだと言うならそれが聖衛の真実なの。あなたの知ってる聖衛は絶対に正しいと言える？私が話した聖衛は必ずしも間違ってる？正しいかどうかは誰が決めるの？あなた？私？それとも神様？それも一理あるね。でも聖衛自身も忘れてしまった物語を彼女はどうやって決めるの？その後の話？忘れた。
驚く必要はないでしょ。たくさんあるんだから全部覚えきれるわけない。講談師というのも案外大変な仕事だよ。今日に関しては物語はもうおしまい。そろそろあなたをいるべき場所に送り返す。行って。あなたはそろそろ戻らないといけない。私？心配いらないよ。誰かが来たら講談を聞かせる。誰も来ないならぼーっとする。私の自由なんだから放っておいて。さあね、今日はここにいるけど明日はもういないかもしれないし、明後日になったらまた戻ってくるかもしれない。それにどこに行こうが私の自由。あなたとは関係がないでしょ。ん？私はね、風景とかもう見飽きたの。ここは静かだし、むしろ居心地がいいくらい。さあさあ、これ以上話してたら本当に戻れなくなるよ。早く行って。縁があったらまた会えるから。そうだ。私の代わりにあいつに挨拶しておいて。何せ今日はいい日なんだから。